確証バイアスとは耳慣れない言葉ですが、確証バイアスとは自分の持っている考えや仮説を正しいと信じたいがために、それを裏付ける情報ばかりを集め、反対する情報を無視してしまう心理的な傾向のことです。いわば自分の思い込みを強化してしまうバイアスです。確証バイアスが生まれるメカニズムについて考えてみましょう。なぜ人は確証バイアスに陥ってしまうのでしょうか。認知の節約に関して、すべての情報を客観的に評価するのは大変な労力です。確証バイアスはこの認知的な負荷を軽減するための手抜きとも言えます。自己肯定欲求に関して、自分の考えが正しいと信じたいという人間の根源的な欲求が働いていると考えられます。また社会的な圧力に関して、周囲の人々の意見や属しているグループの価値観に影響を受けることもあります。ここまでなら分かりにくいかもしれませんが、確証バイアスの具体例を見てみましょう。実は日常生活の中で私たちは様々な場面で確証バイアスを経験しています。例えばニュースです。自分が支持する政党のニュースばかりを積極的に見てしまい、反対政党のニュースは避けてしまうとかです。 SNS もそうです。自分の意見に賛同する人の投稿ばかりいいねしたりコメントしたりする。また買い物においても、気に入った商品の良い口コミばかり探してしまう。投資もそうです。自分が購入した株価が上がることを期待し、下がる可能性を示す情報を見ないようにするなどです。さて、確証バイアスには弊害があります。確証バイアスは様々な問題を引き起こす可能性があります。誤った判断として、客観的な情報に基づいた判断ができず、誤った決断をしてしまう。また対立の激化として、異なる意見を持つ人との対話が難しくなり、対立が深まることや新しい情報への拒絶について、自分の考えを覆すような新しい情報を受け入れられなくなることがあります。確証バイアスを克服するにはどうすればいいでしょうか。確証バイアスは誰にでも起こりうる自然な現象ですが、意識することでその影響を最小限に抑えることができます。例えば、異なる意見に耳を傾けることです。自分の考えと異なる意見を持つ人に積極的に話を聞く。また、複数の情報源から情報を得ることです。一つの情報源だけに頼らず、様々な角度から情報収集します。他に、仮説を検証することです。自分の考えを客観的に検証し、反証される可能性も考慮する。以上をまとめると、確証バイアスは私たちの思考を歪めてしまう危険なものです。しかし、そのメカニズムを理解し対策を講じることで、より客観的な判断を下せるようになります。俯瞰で見ることによって、物事の本質が見えてくることがあります。自分で自分を目隠ししては何も見えてきません。